一発合格のお二人です。合格おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一発合格の秘訣というか決め手は何だと思います？根本先生の講義です。完璧な答えですあ、同じく根本先生の講義です。嬉しい限りです。ゼニセを受けるそのきっかけになったこと、もしくは選んだなんか理由ってありますか？ごめんなさい、きっかけはぶっちゃけたまたまだったんですけど、でも運命だったなって思ってますありがとうございます。そうですね、スタッフの方から根本先生をご紹介いただいて、で、説明会でお話をしたときにとても熱意のある先生で、で受けようというふうに思いました。ありがとうございます。合格おめでとうございます。ありがとうございます。私のクラスを選んだなんか決め手なんかありますか？根本先生の講師紹介の動画を見て、なんかすごく面白くて、この先生だったら1年間ずっと勉強できるかなと思って根本先生のクラスを選びました。辛かったのは商業登記ですね。商業登記の記述が全然分かんなくて、その時は一番やめたいと思いました。何をあなたを受験させようとこうとどめました？なんか仕事も辞めて、何一発で受かんなかったらもうなんか人生終わるなって思って勉強してたんで、もうやらなきゃやばいと思ってずっと勉強してました。本当に、ご合格おめでとうございます。